カメラコーナーの梅澤です。私は今愛川町にある松葉沢ホタルの里に来ています。ここは中津川の支流宮沢川沿いがホタルの観賞の名所となっているところです。今撮影しているカメラは GH5 ISO が3200です。ここで照明を消してみましょう。これが見たままの明るさです。少し暗いので感度を上げてみましょう。ISO を 12,800 まで上げてみました。かなり明るく映っていますが、少しノイズが気になりますよね。それではここで GH5S で撮影を行っていきたいと思います。いかがでしょうか。 GH5S にカメラを切り替えてみました。高感度撮影が得意なカメラとなっておりますので、ノイズがかなり気にならなくなっているのではないでしょうか。今 ISO が 12,800 です。 ISO が 25,600 です。 ISO が 51,200 です。 ISO が 102,400 です。後ろの方も見えてきたのではないでしょうか。ISO が最高の 204,800 です。それではホタルを探しに行きましょう。いかがだったでしょうか。 GH5S の高感度特性がお分かりいただけたでしょうか。ご不明な点はお気軽に販売員にお問い合わせください。バイバーイ。梅澤でした。